なんでね、子供の欲望がこんな大人気になったの？分かんないんですよね、私たちも。あの、今でもすごい周りの方がすごい大人気とかいろいろ言ってくださってるんですけど、私たち自身ではそういうのを本当に感じることがなくって、もちろん大きな会場でコンサートをさせていただいてる時とかは、あ、すごいたくさんの方に応援していただけてるなって思うんですけど、あのファンの方とかお会いする人に聞いてみるんですよ、いつも。そういう時はやっぱ全力なところとか、すごい何でもやるところとか、すごいいろいろ褒めてくださることが多いので、本当にくだらないことを一生懸命やったり、それをなんかファンの人たちと共有できるというか、一体感、ファンの人たちじゃなくてファンの人たちもももクロの一部になれる場が多いから、バラバラに見えながらさ、実はチームワーク取れてるんだ。なんでチームワーク取れてるんだ。本当にバラバラになると思ったらバラになってないの。5年くらいもずっと毎日毎日一緒に行って、本当に家族よりもずっと一緒にいるんですよ。で、夏休みもずっと一緒にいるし、絆は深いなって思います。誰一人同じキャラの子がいなくて、みんな個性が一人一人バラバラだから、やっぱり同じことをしても同じ質問をしてもみんな5通りの答えが返ってくるっていう部分から生まれているのかなって思います。ライブってね、いくつやればいいの？いつなんだろう。でも6人は大丈夫だよ。あははは、大丈夫。いけるかな。でもいけるところはやってる。たるみさんが年上なんで、ねねちゃんが一番年上なんで、ねねちゃんが基準だと思うんですよ。じゃあ、たまりちゃんがやってる限りはいける。たまりちゃん、いつまでいける？気の持ちようだと思うんで、気の持ちよう。気の持ちようで、あなたはどういう気の持ちをしてるか。私はもうやっぱ、立てなくなるまでやりたい。立てなくまでやる。ついついてでもやる。やりたい。いや、もちろんついていきますよ。つえついてでもやるって。はい、やります。もちろんつえのパフォーマンスとかしたい。あはかっこいい。つえブンブン回して、ブンブン回して。皆さんから大丈夫、僕に質問ない。79分までそうやって元気でお仕事をできる秘訣を教えてください。コーヒーが一つなんですよ。新聞読む、何たび疑問が出てくる。新聞って一気に抱えてるから、疑問出てきたら、その疑問をね、解きたい、一産最近でやった、これそのうちに海外で世界のどこかでやりたいと思う。大イベント。あー、やりたい。どこでやりたい？どこだろう。ワールドツアーみたいですか？ワールドツアーしたいです。ワールドツアー、はい、ちょっともうちょっと詳しく、ワールドツアーってどういうことですか？ワールドツアーどういうことする？世界あちこち、世界あちこち、ニューヨーク行き、パリへ行き、ロンドンへ行き、あるいは上海へ行き、香港へ行き、っていうこと。やりたい、やってみたいです。ももいろクローバー全員、どうも、ありがとうございます。すごい、ありがとうございました。よかったら私たちのコンサートに、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。